皆さん、こんにちは。今日は木村拓哉さんのことについて紹介します。まずは木村拓哉さんの経歴とプロフィールから紹介します。本名木村拓哉、生年月日1972年11月13日、出身地日本の畑日本、東京都調布市、身長176センチメートル、血液型 O 型、職業俳優、歌手。声優ジャンル、映画テレビドラマ CM 舞台バラエティ番組 J-POP、活動期間1987年、現在、配偶者工藤静香、著名な家族、長女木村ここみ、次女木村こうき、弟木村俊作、事務所ジャニーズ事務所、本人の知らないうちに親戚が履歴書を送り、1987年11月ジャニーズ事務所に入所し、光源氏のバックについていたジャニーズ JR、ナイグループ、スケートボーイズのメンバーとなる1988年4月にスケートボーイズから中居正広、稲垣吾郎、森克行、草薙剛、香取慎吾と共に選抜され、男性アイドルグループ、スマップを結成主演する多くのテレビドラマを、高視聴率に導きたびたび、視聴率男と形容されるドラマに出演するたびに、視聴率が注目されるが自身は出演者と視聴率を結びつけることや、視聴率を面白がることについて否定的である。9月7日、ジャニーズ事務所は会見を開き、創業者ジャニー喜多川氏の加害、行為を初めて認めて謝罪した。その上で藤島ジュリー景子氏の社長辞任と東山紀之の新社長就任を発表。東山は会見でジャニー喜多川氏をあの方と呼び、加害を断罪したのだ。被害に遭われた方々長きにわたり心身ともに辛い思いをさせたことを本当に申し訳なく思います。今後はこの事実に真摯に向き合うため、私は年内をもって表舞台から引退します。今後は人生をかけてこの問題に取り組んでいく覚悟です。東山新社長は数百人とされる被害者と真摯に向き合っていくことになる。会見には子会社ジャニーズアイランドの社長でもある井ノ原快彦も同席し、社長を引責辞任した藤島氏は代表取締役にとどまり、被害者への補償や救済などの業務のみを行うと強調しました。東山社長は第三者を含めた委員会を設置した上で、被害者には法を超えた補償をしていくと断言しました。東山は喜多川氏から性加害を受けたことはなく、先輩後輩から相談もなかったため噂として聞いていたと語っていたが、ジャニーズの謝罪会見を受け、被害を訴えている元ジャニーズ JR らで構成されたジャニーズ加害問題当事者の会も会見を行いました。事実認定と謝罪と救済、この3点セットについては認められた、100のうち10ぐらいは楽になったと謝罪を評価する一方で、当時の話を隠蔽されている東山氏を残念に思ったという批判の声も出ました。リハーサルでは喜多川氏を擁護する発言だけは絶対にしないと確認。ジャニーズ事務所が加害の事実を公に認めたことで、ギネスワールドレコーズはジャニー喜多川氏に関する記録を公式サイトより削除したと発表した。また日本航空や東京海上日動火災保険、アサヒグループホールディングスなど所属タレントとの広告契約の見直しに踏み切った企業も増えている。東山は会見で改めて喜多川氏について、自分の根本にあったものが全てなくなった思い、自分の人生の中でもこれほどの落胆はなかった、ましてやそれを隠蔽していた、生きてる意味とかも含めて本当に考えました、やっていることは鬼畜の所業だと、今は愛情はほとんどありませんと言い切った。だが事務所名を変えなかった批判については苦渋の思いをこう語った。これだけの犯罪ですから、創業者の名前である社名を引き続き名乗るべきか、何より大事なのはこれまでタレントが培ってきたエネルギー、プライドだと思います。やはり僕らはファンに支えられているものですから、今後はそういうイメージを払拭できるよう、みんな一丸となって頑張っていくべきと今は判断しました。音楽関係者は言う。2日にわたって、
弁護士立ち会いのもと、東山さん、井ノ原さん、藤島氏らで今回の会見のリハーサルが行われました。その中で北川氏を擁護する発言だけは絶対にしないことを確認し合ったそうです。会見では東山が藤島氏から社長就任を正式に打診されたのは8月上旬だったと明かされた。最年長で一番長くいてくれた部分があります。社長は二足のわらじが難しいという思いは伝えたところ、1日かけて考えて回答してもらいました。前室の全国紙記者は言う、当初は藤島氏がよく知るジャニーズ外部の経営者を招く計画でしたが、断られた上、完全に外部の人間が就任すると所属タレントたちが大量に離脱する可能性が強いと考えたようです。そのためジャニーズの長男と称されていた東山さんに白羽の矢が立ったのです。東山さんは北川氏の加害問題が表面化してからずっと長男として責任を感じていて、けじめをつけるため新社長就任を受諾したそうです。東山は40代になってから何度も拓也と食事会を8月下旬、東山新社長を囲む決起集会が開かれた。東山、藤島氏、井ノ原、国分太一、そして木村拓也が参加したという。東山は会見でこう語っている。こういう社長の覚悟を持っているという話をしました。驚いてはいましたね。ただその覚悟も感じていただき、みんなの同意もある程度いただけたと思いました。びっくりしたのは引退されるということ。僕も木村さんも国分さんも東山さんの背中を見て育ちましたので、辞めないでほしいという思いはありました。そこまでの覚悟を持っているのであれば、みんなで力を合わせましょうというところで会は終わったと思いますと、その時の様子を語っていた。前室の音楽関係者は言う、国分さんは昨春株式会社 TOKIO の関連会社の社長に就任しています。木村さんを除けばそこに出席していたのは事務所の幹部たちなのです。その会合に木村さんが呼ばれたのは事務所再建の最重要人物だからです。食事会では今後の事務所タレントについて、新たなトップは木村さんにと東山さん自ら伝えたと聞いています。東山が木村にそう熱弁したのは理由があったようだ。実はジャニー北川氏の加害問題が明るみに出てから、木村さんは世界を目指す2人の娘さんたちの将来を考え、退所も選択肢に入っていたそうです。東山さんは若い頃、木村さんとの接点はほとんどありませんでしたが、40代から接する機会が増えました。結婚して子供たちが生まれたことや、グループ活動を経て自分だけが事務所に残ったことなど、境遇が似ているところが影響したのかもしれません。木村さんと彼の高校の同級生でもあるマツコデラックスさんと一緒にご飯を食べに行くこともあったそうです。東山さんは木村さんの退所だけは絶対避けたかったのでしょう。彼を新たなジャニーズの長男に後継指名して今後を託したようです。当の木村は今回の会見が行われた直後、自身のインスタを更新、ショーマストゴーオンというコメントと敬礼のような決めポーズをした自身の写真を公開した。この時期に北川氏のモットーを引用するとはと一部で批判も受けましたが、東山新体制を全力で支え、今後のジャニーズの再建を共に担うという木村さんなりの強いメッセージだったのでしょう。また東山は新社長として誠意を持って被害者の補償救済に取り組みながら、ファンのためにジャニーズの再建も不可欠だと考えているという9月14日発売のフライデーが加害問題で揺れるジャニーズタレントへの各企業の対応について、多くの企業が契約見直しを行う中、テレビ局や動画配信サイトも距離を置く可能性があると報じたという。記事によるとテレビ局は今後スポンサーの顔色を見ながらジャニーズの起用を考えていくのだとか。また今回の加害問題はイギリスの BBC などでも大きく取り上げられました。そのため海外に映像を配信する Netflix などでもジャニーズタレントを来年いっぱい
新作に起用しないよう内部でお達しが出ているそうです。企業のジャニーズ離れが起きていることでファンの間ではタレントの移籍を進める声も増え始めているが、そんな中9月13日の日刊現代デジタルが次に退所する可能性のあるタレントについて報じ注目を集めているという。前出の芸能記者は記事によると、今後ジャニーズ事務所から退所する可能性が最も高いのは岡田准一、風間俊介、生田斗真の3人なのだとか。特に生田と風間はすでに大手事務所への移籍に動いている可能性があるとのこと。ジャニタレの退所に関してはグループに所属するタレントの場、グループ名やそれまで積み重ねてきた楽曲などを全て捨ててやり直さなければならないため、ファンの間では意見が分かれています。3人以外にも木村拓哉など様々なタレントの退所が噂されるジャニーズだが、果たしてジャニーズの会見後最初に退所を発表するタレントは誰なのだろうかと朝女が報じている。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。